向かってきました。直接決めた相馬のコーナーキック。小沢大志ブランドンに当たってネットを揺らしたように見えました。狙いましたかね。そうですね、まあ、先ほどのコーナーキックと一緒でゴール前に人数をかけてましたからね。よく入りましたね、これでね。野沢はかき出そうとしてゴールに入れてしまった感じなんですかね。そうですね、うまく処理できなかったんですね、はい、おそらくもう一度コーナーキックに逃げようとしたんでしょうね。そうですね、はい、ゴール前に人数をかけてくる。